まだまだ続くよ。ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。ワッ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 。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード。ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそう。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りましたイルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。またまた始まるよ、ディズニーチャンネル。約束するよ、ハブ。羽を一枚取ったらすぐにアグラバーへ帰ろう。アビスマイル様、確かにアラジンは目障りです。町内で永久に隠れろ。まだまだ続くよ、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。こんにちは、ヒロ。私はベイマックス。あなたの健康を守ります。これを開発してたんだ。兄さんのロボットが。ただし、もういないんだよ。一人ぼっちの僕のところへ。残念です。仕方ないよ、事故なんだし。事故じゃなかったとしたら。そこには巨大な陰謀が隠されていた。捕まえろ。バッテリー切れ。ベイマックス、やっつけろ。ただしが望んだのでしょうか。兄さんはもういない。ただしはここにいます。俺は信じてるからな。僕はずっと。泣いてもいいんですよ、一人ぼっちじゃなかった。ありがとう。急がないとまずい。ベイマックス。僕は君がいるから強くなれる。そんな。ヒロ、嫌だ。私はいつも一緒にいます。ベイマックス。ベイマックス、12月2日金曜日夜8時。カルメン・サンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗。レディには武器がいるの。カルメン・サンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り。じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメン・サンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。気になるのは友達のこと、宿題のこと、家族のこと、なんて声かけたらいいと思う。男の子のこと、それからその全てを守ること。変身、行くよ。パリの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラス、レディーバグ&シャノワール、平日夕方6時、ディズニーチャンネル。 Hey! It's Miracle Time で。ぶっ飛びカンフー炸裂。パンダ君はどうだ。ぽっちょりパンダのポーは伝説
のヒーロー、ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。皆の者一律くらい、最強の仲間たちと共に、いや一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる、その拳で、はあ、その腹で、お手柄だよ、覚悟しろ、悪い奴らを5連ポンド。いやカンフーパンダザシリーズ、月曜日から金曜日昼2時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ディズニーチャンネル。この後は最高、グーフィーと息子マックスのハチャメチャライフを楽しもう。パパはグーフィー、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのはやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが速い、強敵がマルチチュード。マルチチュード、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ。わすごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時からディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね、クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時ベイマックス。あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッときた。エレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高。ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン、平日毎日夕方4時、ディズニーチャンネル。ヘイイッツミラクルタイムで。またまた始まるよ、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー、2匹のダルメシアンが授かった。生まれたわ。たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエル。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナー、クルエラ。さあほら、おとり、子犬は1匹も売る気はないわ。おとりなさい。今夜仕事を片付けて。大変だ、街中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ、皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、12月3日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。出発だ。
ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。キュウイ。僕旅行が大好き。デューイ。これだこれだよ。ルーイ。あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ディズニーチャンネル。この後は動くツムたちが大集合。全員揃ったら積み上がらずにはいられない。ツムツム、この後すぐディズニーチャンネル。この後は愉快なダックファミリーとドッキドキの冒険へ出発。ダックテイルズ、この後すぐディズニーチャンネル。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたり、ウェイ広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がニャーンでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード、ディズニーチャンネル。気楽に過ごそう。きっと戻ってくる。まだまだ続くよ、ダックテイルズディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。またまた始まるよ、ダックテイルズディズニーチャンネル。じゃあいい？さあ。おおダックバーグクリスマス。この後はみんなの人気者ミッキーマウスが愉快な仲間とドタバタ大騒ぎ。ミッキーマウス、この後すぐディズニーチャンネル。仲間たちが繰り広げるぶっ飛びカンフー。僕のパンダ、カンフーパンダザシリーズ、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。こんにちはヒロ、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。これを開発してたんだ。兄さんのロボットが、ただしもういないんだよ。一人ぼっちの僕のところへ。残念です。仕方ないよ、事故なんだし。事故じゃなかったとしたら、そこには巨大な陰謀が隠されていた。捕まえろ。バッテリー切れ。ベイマックス、やっつけろ。ただしが望んだのでしょうか。兄さんはもういない。た
ただしはここにいます。俺は信じてるからな。僕はずっと泣いてもいいんですよ。一人ぼっちじゃなかった。ありがとう。急がないとまずい。ベイマックス。僕は君がいるから強くなれる。そんなヒロ嫌だ。私はいつも一緒にいます。ベイマックス。ベイマックス12月2日金曜日夜8時。Now, DreamWorks Kung Fu Panda, Legends of Awesomeness. Todoroku Densei.